of Making Sense. So relax with your hosts, Mitani Koki and Shimizu Michiko. We're making sense all the way to midnight. Enjoy. You've got sense. You chose the right program. Making Sense. 皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。なんかね、メールが来ております。はい、シリウスさんという方なんですが、時々お二人のトークを楽しまさせていただいております。毎回と言いたいところですが、時々です。つまんないとやるってことですか。そうじゃないじゃないですか。もうそういうの本当嫌なんだよな。そういうとこですよ、悪い理由。三谷さんの舞台はこちらも毎回と言いたいところですが、時々足を運んでおります。ところで先日、君とならという舞台が再演されることを知りました。はい、この舞台、某テレビ局で正月に舞台中継を放送されていて、それで見た記憶があります。再演版で佐藤圭さん、松岡徹さんが出演されていました。初演ですね。素敵な人ばっかりじゃないですか。多分演出は三谷さんじゃない、現在ミュージカル作品の演出でご活躍されている山田さんだと思う。山田和也さんですね。あ、そうなんですか。はい、顎が外れるかと思うほど笑いました。それは本が面白かったからです。本誰ですか。僕ですよ。どうもありがとうございました。角野さんの髪の乱れ具合も計算されているような感じすらして笑いました。それは偶然ですか。好きな作品なので今から楽しみです。はい、そのうちこちらの番組でも話題に上がると思いますが、この作品について一つ質問があります。はい、今回のキャストではないのですが、当時佐藤圭さんが出演に至った経緯を教えていただけないでしょうか。今思えばあの佐藤圭さんをキャスティングしたことに驚きです。よろしくお願いいたします。私も佐藤圭大好き。佐藤圭さんってどういうイメージがありますか。ナレーションでまず知的なイメージですね。うん、結構悪い役が多かったんですね。そうなんですよ。だからね、ちょっとセクシーな知的悪みたいなね。うんうん。でも結構実際はすごく洒脱な方で面白くて、真田風雲録っていう映画があって、それに出てらっしゃったのを見て、まあ、ある意味コメディなんですけど、すごくおかしかったんですよ。だからこの人はコメディアンとしてあの顔であの声で面白いかもしれない。本当面白くて、あ、この人絶対出てほしいなっていうのがあって、オファーした記憶がありますね。へえ、なんかちょっとクールそうに見えるところがまたね。そうなんですよね。すごいクールな悪とかね。そうで、非常な感じ、悪やってても、こう、とがめがない感じっていうかさ。白い巨頭の財前教授も昔やってらっしゃったことあるんですよ、佐藤圭さん。田宮二郎さんの前に。財前教授も財前教授だがの中村信夫さんは田宮二郎さんのバージョン。偉いもんで、なんか目でできたよね。今やっておられ、やれっていうのが来ましたけど、やっぱり9年経つと違う。その田宮さんバージョンの前に佐藤圭さんバージョンがあったんです。あ、そう、ってことは主役ってこと。主役。へえ、思い浮かばない。僕見てないですけども、でもイメージわかりますよね。唐沢さんが最近ではやられた財前教授の初代は多分佐藤圭さんですよ。本当言うとちょっと分かんない。で、そういう人なんだけどコメディをやらせると面白いってなんか分かるじゃないですか。でもなんかやってくれなそうなイメージも、だからこの人のね、この方の質問は、まあ、そういうとこでもあったんだよね。よく声かけましたねっていう意味でもあるんじゃないですか。でも井上寿さんの舞台は、あ、出てらやってらっしゃいますからね。へえ、大竹しのぶさんが出てるような。まあそうですね。多分だから、ご本人はすごく面白い方だったので。そうなんだ。普通に喋ったことあるの、食事したりとか。あ、だって出演交渉をしにお家に行ったりとか、あと稽古場にも。すごいね、時代だね。出演交渉するのに何来られても困るんですけど。分かった、じゃあ出ますよってなるじゃん。結構強引ですよね、今思うと。今思うとそうだよね。でさ、昔タレント紳士録みたいなのに載ってたもんね、住所も電話番号も。すごい時代ですよね、今考えたら。個人情報とかそういう言葉がなかったね。普通の電話帳にね、そうなんだよ、出てましたからね、昔は。そうなんですよ。まあ今はさすがにないですけれども、じゃあ出演交渉もありだったんだ。僕とプロデューサーで行った記憶ありますね。で、何時に伺いますんで電話しといて、でそこには当然マネージャーさんがいらっしゃって。いや、ご本人、男と男かいな。
あのなんか、和室に通されて、うん、こう対面しながら交渉した記憶ありますね。そうなの、佐藤圭さんち行ったんだ、すごいね、うん、いいな、いい職業だね三谷さんの。何度今度行ってなんか、まあそうですね、理屈つけて人ん家行けるの人ん家行くのが好きなわけじゃないですけど。清水さんもそういえばあの私の友達同級生ってさ、はい、山田洋次さんの娘さんがいるんだよね、山田、はい、うん、でその子がやっぱりちっちゃい頃その大谷さん CM みたいに、うん、玄関ピンポンになるとあのお中元持った高倉健さんがいたらしいよ、うん、へえ、ハムの人みたいな感じでね、ハムの人はまた別の人ですけどね公の人ですけどね、うん、すごいねやっぱり役者さんって、うん、あの佐藤圭さんとかさバラエティとかそのインタビューとかにさ、うん、あんまりちょこちょこ出ない人ってありがたみがすごい増すのよね、神秘性。そうですね、うん、あの世代の方は、うん、あんまりそういうこうプライベートの部分をお見せにならない人が多かったですからね。そう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 、これでなんか品とか格みたいなのもね、うん、感じますし、うん、そうそう、三谷さんって誰のファンだったの？ちっちゃい時ですか？ちっちゃい時、あ、洋風に行ってたのかな。そうですね、やっぱりあのジャック・レモンとかジェリー・ルイスが好きだったんです、ね、随分あれよね、大人っぽいよね。だって相川欽也さんの大好きなのがジャック・レモンでしょ、うん、人間ってさ3つくらい年上に一番憧れやすいって聞きますけどね、女性だったら、うん、だってもうかなり上ですよジャック・レモン。そうなんだから変わってんなって思って、もうだからブルース・リーとかさ、私たちの世代で、いやーブルース・リーダメだったですね。ジャッキー・チェン全然ダメですね、まあ、ジェリー・ルイスがあの声は近石慎介さん、おじいちゃんと喋ってるみたい近石慎介さん、サザエさんの声、最初のあのマスオさんの声やられた近石さんでしょ。最初なの、今違うんですか。今マスオカ・ヒロシさんやられて、最初は近石さんで、あとボブ・ホープが柳沢慎一さんだったんですあのあれに出てらした映画に、そうマジカーに出てらっしゃった上品な方、はい、この続きはまた明日。Yes, more tomorrow night, and you do not want to miss it. Well, this is sort of vexing, trying to figure out who is more impressive, Sato Kei or Jack Lemmon. But I guess it really doesn't matter in the end, because these days, the Actors Blue Book does not list addresses or phone numbers anymore, just agencies. Anyway, in Mr. Mitani's honor, I would like to play a song from the Jack Lemmon Billy Wilder movie, The Fortune Cookie. It features the Helen Merrill Jazz Standard, You'd Be So Nice to Come Home.